はい、トードラゴンクエスト7実況プレイのパート68やっていきたいと思いますと。今回は一旦ね、歩みを止めまして、ちょっとここいらでね、火力そこそこだけど、耐久力全然ないよっていう状況を打開したくてですね、さすがにそろそろちょっと敵の攻撃も激しくなってくるから、ちょっと今のままのね、ステータスだと、攻めれても守れない可能性が高くなってきてるんで、まあ、今回はちょっと、物語は進めずに、ひたすらね、この近辺で修行をして、熟練度を上げたいと思います。あとレベルもね、多少上げておいた方がいいのかなと、いった状況ですかね。敵も今 28.75 くらいなんで、とりあえずレベルも平均31ぐらいを目標にしていきたいかな。なんでまあ黙々とちょっと、レベル上げというか熟練度稼ぎをさせていただきます実況プレートは名ばかりの多分黙々と作業していくような感じになっちゃうと思いますけど、暇な方はお付き合いください。あ、なんかちょっとね、裏でレベル上げ作業するタイミングがないんでね、せめて、せめて、アイラが、僧侶終わってくれればいいな、と、思います。そしてでも、まず全員ね、ベホマもザウラルも使える状況にはなるから、まあ、立て直しはいくらか、しやすくなってくれたらいいな、っていう。誰一人、賢者とか経験してないんで、ザオリクとかがまだ使えないんですよ。職歴技の回収を全部優先してきたんでね。これももちろんね、序盤はメリット大きかったんだけど、後半になってやっぱデメリットが出てきましたね。強力な特技の回収が遅くなるっていう。あ、なんかね、全部のキャラいきなりこう職歴技を集めていくよりかは、ね、ちゃんと役割持たせてね、直撃技の回収を後に回した方がいいキャラクターもいるのかもしれないね。まあ、いずれ、ドラクエ7もね、ボス攻略動画みたいなのやりたいなと思ってるんで、まあ、その時は多分 DS 版を、3DS 版を使うと思うんですけど、なんかいい、その、育成ルートみたいな、ちょっと考えておこうかなと、思います。まだちょっとなんつうかね、ドラクエ7の攻略に関してはなんとか、自分の中でもちょっと爪の甘い部分があると思うんで、なんか今後もっと最適化していきたいなと、思いますね。3DS 版だと、育成がそもそも、こっちと違うんで、最適化もクソもねえんだけど、数ばっか揃いやがって。
さあ平均レベル31までにどのぐらい熟練度を上げられるか。言うても僧侶をめちゃめちゃ戦闘回数必要だからね。あるなあ。全然見に行ってないな。アミナは両村のね、村長の娘らしいことするじゃないの。補助技が多すぎて、あの命大事にしとくと補助技ばっかり使うな。
どっちかっていうとガボをこっちにしてマリベルガンガンにした方がいいのかな。レストは効かん。いいね。52回ぐらいだな、戦闘。魔法使いマスターまで。大防御。あ、違った。あれは二度落ち。守るやついないのに。ガード。いいね。これでアイラも武闘家とかね、戦士とかになれれば、よりね、剣の舞の火力も増すんでしょうけど。おい。アイラーと45回。剣の舞もな、
自己判断で使ってくれるようになってくれればいいんだけど、多分ね、あの一発の火力が低いからっていう理由で、判定にされないんですよね、多分。少しでもこう一発の威力が高くて、あのコスパがいい技を使おうとする傾向があるから、ドラクエ7のその何使用する技の傾向的にね。だからその一撃の威力が低い剣の舞とかはやぶさ斬りとかはどうしてもこう AI が使う技の候補に上がりにくいんですよね。爆裂拳とかね。レベルの MP つけたら一旦宿屋に行こうか。さっきガボがウールガードを使おうとしたのはこういうことか。自分にちゃんと氷耐性ないの分かってんな、ガボ。あ、ガボ死ぬ。ガボだけ。焼ける。また大防御してんのか。you
ひとまずこんなもんかな今回は。違うって、顕著にしてもそんな変わんねえ HP。 しょうがねえな。じゃあとりあえず今回はここまでにさせていただいて、まあもし都合がつけば裏で熟練度は稼ぎさせていただくとして、できなければできないで、また次回は、まあ、一旦ね、試しに、先進んでみようと思います。はい。よし。では、ドラゴンクエスト7実況プレイのパート68、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。